すぎました。おばあちゃんでも並ぶな。お手元のお塩をつまみにかけてお召し上げください。美味しそう。お手元のお塩、ひらしかつまみでございます。具体的に巻いております。じゃあおソースをたっぷりつけてお召し上げください。はい。エビのコロッケでございます。こちらおソースでどうぞ。はい、空間で注意してください。
ムでございます。こちらバジルとチーズ。これ塩とソース。2万になってたから、うん、私も2万になってたでしょ。うるさい人間どういうこと。何で対抗してくるの。そりゃそうやん、ニオカに2万にさ、お金1万やったらおかしいそんな。お米が立ってて、カツオが周りが焼かれていて、海苔までそれでいてかかってて、そのままでとろろがかかってて、ちょっとほんのり醤油がかかってて美味しい。うん、甘い。タレ、ところどころブチブチするところがあります。まあ、もちもちやからな。お米より。お米がないな。そうやって食べなかったの。おじさん。なんでこれ食べて美味しいとか言葉出てこないんだよ。すごい不思議やから、食べてるとこめっちゃ見てまうねん。なんかね、変わってるなんて言われる、こういうのが最後に辛いのですみたいな。
様でした。